上田武とは、地方競馬の元騎手である。勝負服の柄は銅赤、黒ダイヤモンド、袖白、赤一本輪。北海道苫小牧市出身、血液型 A 型、身長 164cm、体重 47kg。地方競馬教用センター騎手家庭第87期生。2009年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、 ポリチア気球社から機種デビュー。同年4月20日、第2回大池競馬1日目台に競争し30組11組条件戦、デュラブヒーローで初騎乗。減量に苦労し、6月に入って2度の体重調整失敗により6月1日、2日、22から25日の騎乗停止処分が課された。その後も騎乗を自粛していたが、8月25日第9回。 大井競馬3日目第2競争 C36 組条件戦ライトトレインで起乗を再開した。同年11月19日第8回船橋競馬4日目第6競争ライトウェイト賞において3ゴールドに起乗予定であったが体重調整失敗のため実行無日間の起乗停止処分が課された。同年12月8日付で堀千秋厩社から田中康弘厩社へ所属が変更された。 2011年1月17日、第25回全日本新人王総派戦に出場し、第1戦で8着、第2戦で5着となり総合7位。同年3月7日、第19回大井競馬1日目第4競争3歳、条件戦を11番人気のラッシュバックで逃げ切り優勝、デビュー109戦目で初勝利を挙げた。 2012年6月2日から9月17日まで、岩手競馬、小西重正旧社所属で、期間限定起場を行った。同年9月23日第14回、ジュニアグランプリ2歳を、セラミックガールで優勝し、重賞初制覇。2014年11月10日付で、田中康弘旧社から寺田慎太郎旧社へ所属が、変更された。 2019年10月31日付で実質号のため引退することが発表された。勝負服の柄は競馬に興味を持つきっかけとなったアルカセットにちなんだ。ありがとうございます。